質問いきますか。はい、はい、モデルファッションの世界との、うん、と音楽の世界との共通点はありますかっていう質問を。私あると思うんですけど、うん、何でしょう。音楽は今もお伝えしたように作曲家の気持ちだったり考えをうまく出そうとするじゃないですか、うんはいうんでファッションはそのお洋服をどう綺麗に見せるかだから、うん、そこが共通してるなと思ったんですよ。全部その自分を出したいじゃなくて、うん、そこに一個フィルター、うん、音楽だったら作曲家、お洋服だったらお洋服という作り手の人の思いだったり、うん、そのお洋服をはるかさんは、うん、はるかさんというフィルターを通してお届けする、そうですね。そこは共通してますね。なんだかこう一度自分の中で取り入れてそこから出すっていう意味で、あと体をね媒体としているというところも見てます、あと心もね、うんうん、ここに心を乗せるわけじゃないですか、そうね。そこやっぱり重要であり共通点であり、なんで、ね、みんなはるかさんの素敵なのかなと思うと、お洋服もそうだけど、はるかさんが多分このお洋服をどう見せたいかという心をちゃんと使って、嬉しい。そこはやっぱりこうモデルである以上大切にしていたいポイントではありますね。着るっていう行為はやっぱ肌で感じるので心とも結構近いような気もしていますし、いや一番近いでしょうね、あとやっぱ視覚情報としてこう自分が感じる、例えばこの服着たらちょっと心がウキウキするなとかっていうのを、きちんと表現できたらなっていうのがね、モデルとして共通しました。共通だクラシックってやっぱりこういろんなこう情緒があるじゃないですか、そうするとそのなんていうんですか、深さというか深度がもう少し深く広くなってるのかなっていうふうには感じるんですけど、そうですね、ハッピーなだけじゃないですね、ハッピー癒しを、お届けする面もあればもう少しこう人間として、絶望の時もねありますし、エネルギッシュな曲とかもプラスその感情の部分を表現する、プラスその下の精神性までこういく時が多いですね、そこが楽しいです、やっぱりそれが30代40代50代年を重ねてきた時の方がより分かりやすく自分が感じやすくなってきた気がしますね、でもテンポの速い曲とかちょっと情熱的な曲を演奏される時とか、どこでどういうスイッチがこう入るんですか、もうこれは自然とスイッチが入るとしか言えない、やっぱそうですよね、持った瞬間にかっこいいお客さんのスイッチも一緒に入る、そうなんですよ、ね、素敵だと思う。なんかあの舞台の真ん中でその、スイッチがこうヒュッて入る瞬間、そうですね、そこに至るまでは練習大変だったりするけど、やっぱ好きですよね、だからこそ長くできるかな、そういうことですし、じゃあ年齢を重ねるにつれて大事にされていることはありますか。前から私母の教えはそんな多くはなくて、人に感謝を忘れないでとか、もう生まれてこれただけで感謝だなとか、だから別にこう子供出産という経験は多分すごい大きなものだと思うし、そうですね、それで命のリレーを感じられると思うけれども、そういうことが経験がなかったとしても、なんでしょうね、やっぱり人の出会いとか、自分も大きな何かを経験すると、もう生まれてこれただけありがとうってなるし、スペインとか住むと結構みんな鮮やかな衣装を着てらっしゃるから、70代80代90代みたいな人が真っ赤とか、ショッキングピンクとか、すごいかっこいいなと思ってるので、そういうおばあちゃんに似合うと思います。村地さんの人生に欠かせないものは何ですか。一つはこのギターでしょ、あともう一つ旅なしの人生は考えられない。最近どこ行かれました。インスタ上げてらしたよね。最近コロナ以降初めての海外行けました、で今回どこなのかな、自分が旅を再開するんだって、どこかなって楽しみにしてたら、台湾を選んでましたね私は、台湾の中の台北に今回は焦点を合わせて、台北市のみ、台北市と、あとは千と千尋の物語 の、あの舞台となった9分と言われてる町
東洋のベネチアと言われている、はい、そうなんですけど、うん、夕日が綺麗な淡水っていう町、うんうん、台湾料理って何ですか？中華だけども、中華、ね、あ、有名なところではですね、うん、デザートで豆の花と書いてトンファ、あ、はいはい、はい、うん、あと夜夜市、日本でいうお祭り の、 あの、うん、夜 の、 あの、うん、屋台がいっぱい出る、あれがもう一年中やってる場所が何箇所もあるみたいで、うんうん、そこは 何か食べれるんですか？うん、もうそれこそあの、なんでしょう、お肉系もあれば、うん、野菜や果物ジュースもあれば、あ、果物ジュースね、旧博物館に行って、うんうん、はい、宝庫でしたね、宝物、宝、それはね、あの、一人でも、うん、まあ一人旅でもいいんですけどね、あのお姉さんやろ、ちょっと70代ぐらいの、うん、やっぱ旅好きのお姉様のお友達と、はい、あと30代の年下のお友達、うん、3人で行ったんです。そう。で、その2人は初会話ですよ。女さんに、みんなアジアにルーツ、うん、台湾、中国、日本にルーツがある3人が、あ、台湾、中国、日本、台北市を旅するっていう感じで、ね、次の、あ、そうそう、あの、ホームページを拝見してくださった、あの、会員様が、私も旅が大好きです。一番好きな国、うん、場所はどこでしょうかというご質問をくれました。旅するギタリスト。そう、旅するギタリストって自ら名乗ってます。一番、たくさんありすぎて、一番、逆に気になる。すごい。住んでもよし。旅もよしはスペインだよね。うん、ああ、もうスペイン。あの気候、うん、と、あの、人の、エネルギッシュさとか、うん、食べ物の美味しさとかね、うん、最高ですね、うん、文化もあるしね、うんうん、じゃ文化と自然と、まあ、その人の良さが、うん、こう、 うまくバランスがよくあるところが好きだな。なるほど。コスタリカも良かったですね。コスタリカ、なかなか行ったことある人いないですよね。どこっていう、あれでも DVD 出してませんでした？そうですよね。見ましたよ、私それ。さすがそう。20年代の鳥とかの鳥育てです。そうですね、うん。あれでも素敵でした。それこそ原色のイメージがあって、衣装とかも、うん。始まりがあって終わりがあるって、うん、もう人生じゃんっていう。旅は人生。すごい名言が。それを何回も繰り返すことで、うん、自分の人生に必ずや何かしら、あの、影響があると思います。影響があって感じです。今こう分かった気になっちゃうじゃないですか、こういう YouTube 見たりとか、うん、気持ちだけはね、そう、うん、それもいっぱい旅のあるから、なんか旅した気分なるけど、うん、やっぱり残るのは自分の足で歩いて、うん、見て嗅いで食べたものかなって思うんで、可愛、うんうん、い声を旅をさせろって自分に確かにということですね。で、本当に今日は貴重な話をありがとうございました。はい、皆様に、川さんから最後にメッセージをお願いします、はい、今日はるかさんを通して会員の皆様ともご用意いただきましてありがとうございました。あの、はるかさんね、ん、素晴らしいこのパレコロの世界を引き続きお楽しみくださいありがとうございます、はい、はい、じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。見てくださって皆様ありがとうございます。